はい、皆さんこんにちは。 レク本日はですね使用趣旨へのステップアップまあ卓研受験生のための使用趣旨へのご紹介ということで、えー、あの私レック専任講師はの,あの,使用趣旨の講師をしております、えー、佐々木宏美と申しますがあのちょっと簡単にですねステップアップのご案内といたしまして使用趣旨書くってこういうものですよとあと卓研との絡みですねに関してお話をしていこうかなと思いますけれどもあの実を言うと私も卓研終わった終わった後、使用趣旨の勉強を始めた口なんですが。 で私自身ははももとと法律学習経験はありませんでした,ただあねたっ宅ん取った後何かねステップアップとして次の資格やろうかなと思った時にさまざまな資格を検討したんですけれどもただやっぱりですねあの、まあ、資格っていうのはやっぱ取って使えないという意味がないというところからあのねたっけんの知,知識を生かしつつでそのままあ、ね、取って使える資格を身につけようということからあの片っ端から検討したんですよもう全然もう当初は宅っの絡みのあるものという形で見てたんですがただ あの全然関係ないものまでもうとにかくありとあらゆる資格を検討いたしましてでそこであの最終的に使用書士をやろうということを選択したんですけれども。 であのよくね、あのけんから主要書士、まあ、特にあの、ね、民法だとか、まあ、権利関係だとかがかぶっているというところからあの比較的検討される方多いんですがあの、ねえー、そこで、まああの、実際私のクラスにもあの、ね、毎年、宅っ受験生出身の方多いです。であのまあ、やはり、ね、難易度という面からすると主要書士の方が試験科目多いですしで、えーまあ、大変、えー、しっかりがっつり勉強しなければならないというところからすると大変ではあるんですが。 ただやっぱり合格後の活躍可能性を考えますとあの、ね、司法書士ぐらいはあ、ね、ぜひチャレンジしていただきたいというところもあるわけですで、まあね、あのもちろん、えー、不動産業界で働きたいというところで、えー、宅研取られた方もいらっしゃると思いますがただ実際司法書士の受験生の中にもです、ねえー、不動産業界からあー転職というかあ資格を取って、えー、司法書士にチャレンジされる方というのも多いんですね。 でえーまあ、あのいわゆる不動産系の最高峰の資格というところではあるんですがでそこで、でもやっぱり、ね、特に働きながらの受験勉強だと難しいんじゃないかとかあ、ねえー、もしくは例えばそうです、ねあのまあ、難易度的についていけるかなというところを懸念される方も多いんですがだ実際、えー宅えー、受験生、宅建の勉強についてこられてきた方であればあの使用書士の勉強というのは一個一個自体がすごく難しいわけではないんですよ。ただ使用書士がなぜ 何関係の資格と言われるのかと言いますとやっぱり、えーね、一つとしては範囲が広い、まあ、科目が全部で11科目ありますから、えー、量が膨大というところとで、えー、やはりですねあのー、ねえ卓、ー、研で学習した例えば権利関係民法だとかにおいても、えー、宅研の時だと、まあ、入り口部分この辺りを学習したただあ司法書士はあそこの土基礎も,うもっともっとお基礎の面から遡ってでさらにもうちょっとプラスアルファの知識まで要求されるというところで。 やはり勉強量が多くくなってくるとというところはは必然ではありますであの、ね、使用書士の資格っていうのはそれ1本で一生まあ,あ変な言い方になりますが武器になるまあベタな言い方をするとお、ね、1本で一生食えるだけの資格になりますから、ねえー、一生の武器がちょっと頑張ったぐらいで取れるはずがないと思うんですね。 まあ、あ、当然取れないんですよ。なので、あの、相当頑張っていただかなければ、司法書士は、あ、ね、あの、簡単に取れますよと、私は口が裂けても言えません。ただ、あの、特に過去に法律学習経験ない方でも、働きながらの受験生が大半で。 で、えー、まあそういった形で、えー、頑張ればあ取ることができる。ただその頑張りっていうのがあのね、えー、できない努力じゃないけれども、えー、ちょっとの頑張りではなくて並大抵の努力ではないけれどもあできない努力じゃないという状況ではあります。ただそこでやはりね、えー、あのー、まあ取った後のことを考えますとねあのー、まあ何年もかけてじっくり取りましょうというよりはあのどうせだったら短期集中で、えー、まああのね頑張ってチャレンジしていただきたいかなと思います。 で、あの、やはり予備校利用が鍵になってくるわけですが。で、あの、ね、えー、宅建、の知識を生かした状態で、あの、宅建発表直後に。えー、使用書士の勉強を始められる方も多いんですが。で、えー、そこで、あの、まあ、メリットといたしましては、当然科目の重複ですね、えー。科目の重複で言いますと、えー、試験科目として言うと、まあ、民法ではあります。宅建で言うと権利関係でした。で、民法の中で何が絡むのかって言いますと。まあ、例えばですね、もう、あの、ね、えー、使用書士試験。で いうと物件の分野物件の分野が民法ではメインを占める約半分が民法のの物件の分野から出題されますで、えーまあ、あの特に、ね、この民法においては司法書試験においては民法を制すものは司法書試験を制するという言葉もあるぐらいでですねあの相当がっつり勉強していかなければならないんですがただ卓研の受験生の方、えーね、あの民法のそもそも論例えば「 で詐欺とか脅迫だとか未成年者だとかその辺りの話がこういう話だよっていうことが知ってるだけでももちろん圧倒的有利です使用書士の全く法律学習経験ない状態で始められる方もいらっしゃるんですがで法律学習経験全くない方でも一発で受かってらっしゃる方はいるんですがでただやっぱりそうは言ってもそもそもこれがどういう話なのか例えば二重譲渡があった場合にどう処理するのか。 でまあ、そういったことをそもそも知ってるという状況だと話が入ってきやすすいいいというとうころも大きいで,すでやはりそういった面から、まああのね、不動産物件変動だとかっていうのは毎年のように出ますしあと例えば「代理の分野ですよねで宅建の時にも代理の勉強されたと思いますけれども代理の分野だとかその辺りも毎年のように出るようなところではあったりいたします。 で、えー、まあ特に物件の分野が一番よく出るところではありますが、さらにまああの特に司法書士試験として、えー、不動産登記が絡むところもありますから、ね、えー、あのそうですね、えー、相続ね関係の話というのはやっぱり司法書士試験においても、えー、かなりがっつり細かいところまで突っ込まれて聞かれるというところであります。特に相続の分野なんかにおいては、えー、近年改正があるんですけれども、あのそういった面においてはあの比較的あの不動産実務 をやるにしてもですね、えー、あの新しい知識で、えーねあのーねえー、勉強していった方が良い、まあ、実務に就くにしてもですね新しい知識が必要ということで、えー、その改正対策としても、まああのねえー、せっかく民法を身につけた知識改正されたんでしょうかれされるんでしょうというところなんですが一応予定としては2020年の改正これが民法の改正として予定されているんですが今から司法書士試験をチャレンジしようとすると、えー、この改正の民法で勉強していくことになります。で特に 改正民法で試験を受けることとのメリットといたしましまてもちろんね今まで勉強されてきた民法は改正前の民法でありますがでそれもですね新しい知識に当然バージョンアップしていくことは必要となりますであのこれ宅建研、えー、ねあの、まあ、宅建業界は不動産業界で働くにしても新しい民法を知ってるというのはやはり実務においては強みでありますしそしてまたあのそうですね、えー、まあ、あの今までこういう話持ってました。例えば まで学習してきた民法が変わるんでしょうと言っても。あの、そもそもね、制度が全くなくなって、全く別個の制度なくなる、なるわけではないんですね。 でそして主に変わるところというのは事項、えー、の分野だとかあと、えー、債権の分野契約関係の分野がメインなんですね。で、えー、司法書士試験でメインを占める物件の分野に関しては、えー、今回は改正はもうほとんど絡んでないところではありますので、えー、そういった意味においては宅建受験生のステップアッププア、えーね、改正あったととしててもも、えー、対策はは立てることはもちろん可能ですで講義はもう当然改正法で勉強していきますし、えー、テキストも改正法で勉強していくことになりますから。 今ある知識をバージョンアップするといった意味においても今ある知識を生かしてバージョンアップすることができるとこいいたととろは言えるかなと思いますでそしてまた、まあ、あの特に民法以外でも、えー、宅建から絡むもので言いますと。 特にですね、えー、宅見の時に強託に関する知識学習されたと思うんですね、営業保証強託だとか、えー、そのあたりなんかも、消去試験ではもう強託が、えー、あの科目として三、えー、問出るんですね、一科目三、えー、問の質題になります。で、あの特に、えー、この強託業務に関しては、あの誰でもできるわけではなくてですね、えー、資格持った人しかやっちゃいけないということになっておりまして、まああのね、他人のために、えー、報酬を取って仕事としてしていくことになるのは、あね。 書士資格必要なんですね、えー、そういったところで、えー、宅研、えーね、で学習したもうその教託の知識これを次、えー、仕事として生かすために使用書士として、えー、勉強していくことができる結構ね、えーあのー、やってみると使用書士の教託をやってみるとあっ、のー、そうなってたんだって具体的な細かい手続きのところだとか、ねえー、そういったところをさらに今ある知識をより深めていくことができるといった面においては興味を持って取り組める内容なんじゃないかなと思います。他に にもですね例えばその農地法、えー、これは司法書士試験においては単独の試験科目ではないんですが、えー、農地法に関する許可の用費だとかその辺りもほぼほぼ毎年聞かれるような特にそういった面においては今ある知識を生かしつつしかも、ね、特にですね勉強を続けるためには興味を持って取り組める内容でないとやっぱり司法書士ぐらいの、まあ、大型資格ってなると、えー、勉強期間 長期にわたりますのでなかなか続けにくいという面はあるんですが特に宅建受験生の方にとってみるとあそこがそうなってたんだってつながる知識のつながりを感じることができるといった面においては楽しく勉強できるんじゃないかなと思いますで、先ほども申しましたように一個一個の知識自体は難しくて難しくてもう手も足も出ないといったものではないんです司法書士が大変だ難しいと言われるそのゆえとしてはボリュームが多いと多いったところそして結構困ったかいところまで で突っ込んで聞かれるよそしてさらに司法書試験においては実務課登用試験と言われておりますから、えー、特に実務を意識した形で具体的な事案をベースとして、えー、あの実際の問題でも聞かれるといったところではありますただこれ逆に言うと具体的な事案に対して勉強していくってことになりますから比較的イメージはしやすい、えー、といった面は挙げられるかなと思います。 であのぜひですね,あのね、宅建から使用書士さらなるステップアップというためにはどうせ取るんだったらどうせ頑張るんだったら取ってそれ1本で使える知識を身につけていただきたいというと,と,いうところとあとです、ね、せっかく身につけた知識これをさらに生かしていただきたいというところ。 で、えー、あとはまあそうですね勉強癖といったところも言えるかなと思います卓研、えー、の本試験終わってしばらく経っているとまあ勉強癖ってもうね、えー、抜けちゃったよと言われる方いらっしゃるかもしれませんが勉強癖まああのね三ヶ月ぐらい離れて,ても三四ヶ月ぐらい離れててもですねやはりある程度勉強を始めると当時の感覚っていうのよみがえってきますただこれが半年ぐらい経ってしまうとですね、えー、その勉強癖的な当時の感覚っていうのは一回消えてなくなってしまうので、えー スタートダッシュがなかなか聞きにくいというところはあるんですがどうせだったらまだ蘇るこの今の今時期に始めていいいたただきたいかなと思いますさらには、えー、特に択一での少子化試験の出題も70問ほどありますがその択一の演習力択一を解く、えー、というね、えー、演習力が身についてるというところもこれもお、ね、数か月経ってしまうと抜けてしまうといった面もありますから、えー、ね のの勉強の時に最後ラストストトパートでたくさん過去問解かれたと思うんですが使用書試験においてもたくさん問題演習していかなければなりませんが是非ですね身につけたその演習力これを次に使用書士に生かしていただきたいかなと思います。 で、特に宅建の時期には、で、宅建の時には、人によってはね、不動産登記を、ね、あれつまんないんだよねと。えー、捨てちゃってたよ、という方もいらっしゃると思います。実際私もそうでした。ただ、あのね、えー、不動産登記って実はですね、正面からきちんと勉強すると。かなり楽しい科目なんですね。えー、私も宅建受験生の時には経遠してた不動産登記でしたが。あの、実際司法書士の勉強を始めてみると、ね、えー、不動産登記が一番好き、というぐらい。 えね結構楽しい科目になってたりしましたのでぜひですねそういったところもおね楽しみにチャレンジ皆さんのチャレンジをお待ちしておりますであのレック各本校ではですねあのねステップアップのための受講相談そしてまた説明会、えー、いろんなものを企画しておりますであのぜひですね、えー、そういったところあの司法書士のお受験会においては、えー、レックがあのね、えー、最大規模まああの特にそのスケールメリットを生かしていただきたいかなと思います司法、えー、書士の合格者の4人 委人のうち3人がレックの猫介護士だとかを利用されているあの圧倒的多数が使用書士の合格者のうち圧倒的多数がレック出身者ということでぜひですね皆さんはそこに続いていただきたいかなと思います。 で初学者向けの講座といたしましては、まあ特にね、卓見受験生の方向けにおススメの講座といたしましては、新十五カ月合格コースという講座、これも長年、もうね、私も当時ですね、もう二十年ぐらい前になりますけれども、あのそこを利用してた講座ではあるんですね。ぜひですね、皆さんのおチャレンジ、いいね、講師スタッフ一同お待ちしております。本日はどうもありがとうございました。